よし、じゃあ帰る。あ、おい、待たんね。なんだ、逃げんなって。敵かい。ちょっと待たんね。俺が相手してやる。絡まれちゃったよ。早速ホスト一周一周一周よし、あ、よいしょ。おー、追い打ちを覚えてきたんだぞ。あ、まだ震えてる。よいしょ、ダダン、おしめーだ。よいしょ、はい、オッケー。よいしょ、多いな、敵。よいしょ、よいしょ、行け。あ、敵逃げた。逃亡、あ、敵逃げんのか。どこ、あ、どこ行った。あ、勝った。へえ、敵逃げんのか。いいよ。さてと、前回の続きです。タクシー会社に変わります。あー、絡まれた。なんだよ、今前回のおさらいとこれからどうするかっていうのを、ね、説明してたの。みんなになんでそういうことするのかな。よいしょ、 OK。 うわ、こうやって、これは、これは自転車の極みじゃ、これ。あ、あ、あ、いつもの極みじゃない。自転車の極みが進化した。話せ。いつもだったらね、なんかダイビングする感じだと思ったの。よいしょ、よいしょ、よいしょ、オッケー。ようこそ月桃温泉、月桃温泉。あ、ちょっと、よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、折れた。じゃあ看板行きましょうか。よいしょー、ははー。私は豚です。私は豚です。はい、というわけで、社長のところに帰るんだよ。え、違う、え、社長のところに帰るんじゃなかったっけ。あ、なんだこれ、タンポポ。あれあれあれ、やっと帰ってきたか。ん、さっきあっちの通りで盛大に暴れてたな。女の子を助けてヒーロー気取りか。かっこいいね。そんなに睨むなよ。あんたみたいなやつは嫌いじゃない。それよくあんた見ない顔だな。鉛もねえし、ここら辺の人間じゃないのかい。さあな。まあいいさ、あんたくらいの歳なら話したくないことの一つや二つあるだろうし。ああ、そうだ、自己紹介がまだだったな。俺はコマキソ、ここらじゃチンピラ狩りのソウスケで通ってる。コマキ、そう、コマキ、いいよ、ソウスケって呼んでくれ。あんたのさっきの喧嘩見させてもらった。年の割にはよく動けてる。若い頃は相当強かったろ。あんたはここら辺にいる連中とは格が違う。ま、俺には到底及ばないけどな。話はそれだけか。まあそう言うなよ、俺だってもともとはここの人間じゃない。仲良くしようぜ。それにあんたについていろいろ気になることがあってな。このまま返すわけにはいかねえんだよ。それで何が言いたい。用があるなら手短に話してくれ。ええ、一応聞く気はあるのか。なら好都合だ。ここじゃ目立ちすぎるな。場所を移そう。あれかい、稽古つけてくれんのかな。小牧流でしょ。ここでいいだろう。それで要件は何だ。まったく気の短いやつだな。まあいい、単刀直入に言う。俺と勝負しろ。勝負。さっきの喧嘩は本当に強いやつの喧嘩じゃない。俺に言わせりゃあれはただの八つ当たりだ。何があったかは知らないが、あんたいろいろとフラストレーションを溜め込んでるんじゃねえの。それを思いっきり俺にぶつければいいだけの話だ。簡単だろ。全部お前の勝手な想像だろう。それに俺にはお前を殴る理由はない。理由がなければ殴らねえんか。見た目の割には紳士的だな、おっさん。ただ悪いけど、俺にはあんたと殴り合う立派な理由があるんだよ。その話はおいおいするとして、ま、あれだ、あんたが手出さねえってんならこっちから出すまでだ。それなら理由に不足はねえだろ。つわけでいくぜ、おっさん。本気で来いよ、小牧宗介。よし、行くぜ。ヒート状態で R2 でドリューの木ぐらい発動。
ああ、なるほどね。あれか、ヒート、なんだっけ。あの、全然当たんない。デッドヒート。よいしょ。やればできるじゃねえか。これで気が済んだか。だったらガキはさっさと帰れ。おいおい、まさか今のが俺の本気だと思ってるのか。典型的な負け惜しみだな。ま、あんたなら鼻の中で分かってんだろ。お互い本気じゃないってこと。おっさん、だいぶブランクあったろ。体が鈍りまくってるのがバレバレだぞ。今のままじゃ話にならねえな。そうだな、暇の時俺のとこ来いよ。全盛期と同じくらい動けるように特別に無料でアドバイスしてやる。その代わり、フルパワーが出るようになったら俺ときっちり決着をつけてもらう。どうだ。殴りかかってきた理由も説明しないで突然先生気取りか。別に隠す必要もないから理由を説明してやるよ。あんたがマシな喧嘩ができるようになったらな。ま、おっさん今でも十分強いから余計なお世話だってんなら好きにしてくれ。本当に自分勝手なやつだな。褒め言葉ありがとよ。ま、期待しないで待っとくから気が向いたら来ればいいさ。気が向いたらな。ふんふんふん、俺は大体ここら辺にいるから暇な時にも声かけてくれ。いない時は飯でも食いに行ってるからよろしく。分かったから今日はもう帰れ。お前の話はまたの機会にゆっくり聞いてやる。ああ、ぜひそうしてもらおう。じゃあな。もう遅い、早く自宅に帰るか。お、じゃあまっすぐ家に帰りましょう。というわけで社長と別れて家に帰ります。あ、ここ？あ、こ、あ、ここ？ここかい？自宅。隣の部屋がピンク色だな。アジトが使用可能になりました。はいはいはい。おお、なお上限を超えたアイテムは消失します。うん、今日もいろいろあったな。そろそろ寝る時間だがどうする。寝る。明日に備えてそろそろ寝る準備をするか。お、キルちゃん、なんか物思いにふけてるのか。これでも俺なりに精一杯イバラの道を歩いてるつもりなんですよ。読んだよね。ただいま。え、もうお湯沸かしっぱなしだよ。ただいま。ああ、おかえり。何があったんだ。続きます。第2章、招かれざる客。翌日。一緒に暮らしてんの？あ、おはよう。すぐできるから待ってて。
佐山さんは？あ、そうそう、制服のワイシャツ洗って干しておいたから今日は新しいやつ着てってね。そういうことはやらなくていいっていつも言ってんだろ。私がやりたくてやってるんだし、いいじゃない。身の回りのことは自分でする、勝手なことはしないでくれ。もう相変わらず釣れない人ね。押しかけ女房みたいな感じなのかな。だいたい何日連続で来てるんだ。たまには自分の家に帰ったらどうだ。一緒に暮らしてるわけじゃないのか。いいじゃない別に。そういえば昨日社長さん相当飲んでたね。まあな、中島さんもあの年で独り身だしな、寂しいんだろう。え、そうなの？てっきり結婚してるもんだと思ってた。なんでだ？だって左手の薬指にさ、溝あるじゃない？溝？うん、あの溝って10年20年も指輪をつけた跡だと思うんだよね。そうなのか。鈴木さんってそういうとこ鈍いよね。今日も帰りは遅くなるの？ああ、遅番だからな。お前も今日くらいは家に帰れ。今夜は来るなよ。どうしようかな。鈴木さんだって私が来た方が嬉しいでしょ。何を言ってるんだ。あ、ネクタイ曲がってる。はい、これでよし。何の不満もねえわ。ああ。幸せだ。お、はるかちゃんかな。どうしたの？いや、それじゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。仕事に行くか。そっか、仕事に行くわ。なんだこれ、どういうことだ。キルちゃんも案外まんざらじゃなさそうだしな。いいね、モテる男は。今飲みたっつってヤクザです。クラブ性があるじゃん。失礼、トリオ。あれ、ちょっと待って、マップ見して。あー、ここ、あ、ここか。ちょっと待って。前回ここからこう行ってこの辺で、そうだね、ここだね。この辺にあって、でここからぐーっと帰って、ここがキルちゃんの自宅か。なるほど。あ、でも歩いて行ける距離に職場があるっていいですね。待てよ。あ、絡んでくる。あー、待て、止まれよ。止まらな、すぐ。あ、なんだ、ナンパに失敗したアホみたいな。めっちゃ声かけてくんじゃん。ねえ、ナンパ失敗した時にさ、ブスガーとか言う男はもうどうかと思う。あー、引かれちゃう、やだ、ごめんね。これでもタクシー運転手なんだ。あ、なんだ、やっと見つけたばい。あ、昨日の。おっさん、昨日の狩場返しに来たばい。誰だ、お前ら。ナンバーふざけたこと言ってや。昨日キサに殴られたらんべは晴らしちゃ。ああ、誰かと思ったら、昨日のチンピラじゃねえか。まだ懲りてなかったのか。シャッシェ、今日足りんだろ、岡田ば連れてきたけん。昨日おったことはなか。スケット連れてお礼参りか。つくづくチンピラのセオリー通りに動くやつらだな。草原余裕でいられるともここまでばい。長田さん、お願いします。お前らが言ったとはこいつのことや。はい。おい、おっさん、これで貴様もおまいぜ。あ、これしまいぜ。この長田さんはアンデスの走りチーム長須デブルキラーのメンバーやけんね。
どげん奥さんが強かとでも永田さんにかかれば一コロたい。長須デビルキラー、悪いが知らねえ。なんてか、用があるならさっさと済ませてくれ。うちの会社の前であまり騒がれると迷惑だ。お前長須タクシーの社員や。さあ何にせよお前には関係ないだろ。つかずくむかつくおっさんやね。よかたい、そういうこっちゃら望み通り好きなだけ暮らしちゃうぜ。デビルキラー永田。マイナーなプロレスラーみたいな名前してんな。よっしゃ、あーこれでおしまいです。デビルキラーキラーと呼んでくれ。よいしょよっ、よいしょい、よっこいせい。あ、まだか。よいしょ、おい、よいしょい、よいしょい、しょい、どせい、おしめだ。これ以上会社の前で騒ぐな。さっさと失せろ。くそ、デビルキラー舐めやがって。覚えてろ。フラフラやで。あ、兄貴待ってください。デビルキラーか。まあいい、早く仕事に取り掛かろう。よっしゃ、タクシーの仕事だ。やったぜ。なんか龍が如く5ではキリュウちゃんのこのタクシードライバーとしてのなんかアナザーストーリーみたいなあるらしい。頭が悪いそうばい。飲みすぎだよ。バッテンおかしかっちゃんね。なんか二日酔いやなくて頭ば激しくぶつけたことは痛さなんやけど。俺昨日転んだりしようらんかった？いや、でも念のため病院に行った方がいいんじゃ。よかよか、こげん見えても石頭やけん。それじゃ今日も仕事頑張ってくれんね。ジムの平川さんに声ばかけてみて、利用依頼が来とうと思うけん。お、わかりました。予約なのかな。ジムの平川さん、この人かな。あら鈴木さん、おはよう。おはようございます。鈴木さん、昨日の天神交通さんのとこ行ったんですって。先方からお礼が届いてるの。鈴木さん、昨日聞いたもの持って行ったのね。あの社長さんがこんなことするなんて珍しいわよ。いえ、そんなことは。ともかく、はい、これ鈴木さんに。あ、ありがてえ。いいんですか、会社へのものなのでは。いいのよ、社長の代わりにお詫びに行ったんでしょう。社長がもらっておいてって。わかりました、ありがとうございます。さて仕事に向かうか。あ、鈴木君今出るところね。あ、誰だ。あ、和田さん。はい、今から長少ないを守ろうかと。そっか、ならちょうどいいや。悪いけど僕も乗せてくれんね。僕の家長少ない家なんやけど歩くと遠くてね。ついでに送ってもらえると助かるっちゃけど。はい、ええ、いいですよ。よかった、悪いね、助かるよ。ちょっと和田さん、タクシーの指摘料は良くないですよ。あ、村松くん、和田さんはドライバーの中で最年長なんですから、しっかりお手本になっていただかないと。ああ、そうやね。まあまあよかや、そんぐらい。村松くんは相変わらず方かね。鈴木さん、バルカバッテン、和田ちゃんも乗せてくれんね。和田ちゃんもせっかく乗せてもらおっちゃけ、運転のアドバイスくらいしてあげちゃり。一応最年長ドライバーなんやけ、しっかりお手本になってもらうんば。はいはい、わかってますよ。では行ってきます。セーブしとけよかったな。まあいいや。さあ行きましょうか。うん、あと社長にも言われたし、せっかくだから運転についてアドバイスさせてもらうよ。ちょっとうざいかもしれないばって、まあその時は老人の戯言と思って聞き流してね。うざいだなんてそんな、助かります。じゃあ悪かけとよろしくね。お、和田さんを家まで振り届けよう。あ、ミッション、はは、アクセル、え、受け答え。受け答えとかあんのか。クラクション、視点変更、ブレーキ、ウィンカー点灯。あ、割と本格的だな。タクシーの左右移動、はい、はいはい、
急に押すと急発進となり、乗客に対して不快感を与えるため、住むときはゆっくりと住むといいでしょう。運転をしていると、右に減点表示が出ることがあります。下記のような運転は減点に対します。うわ、これ絶対難しいやつだ。めっちゃスピード出すか。お、赤信号は停止します。中央ゆっかり進行しまって大きな減点となってしまいます。 L2 がブレーキとなります。アクセル同様に急に押すと急ブレーキとなります。 OK、 曲がるときは方向指示。あ、なるほどね、ウィンカー。おー、なるほど。これはつれえわ。はいはい、じゃあいきますよ。はい、運転中に乗客から会話を振られることがあります。丸三角四角で受け答え、まだ少し戸惑いが。でこれ信号を見ながらでしょ。まっすぐになれるばい。はい、順調です。あ、じゃあ進みますよ。はい、行きます。はい、じゃあ曲がりますよ。はい、曲がります。あ、すいませんね、通りますよ、タクシーが通るよ。はい、じゃあ行きます。スピード出しますよ。はい、ありがとうございます。これ難しいぞ。これ難しいけど楽しい。すごいな、タクシーで動くか。お、お、どうしよう、どうしよう。お、一旦停止ね。はいはい、はい、通ってください。はい、どうぞ通ってください。はい、あ、どうぞ。あ、どうぞどうぞ。ちゃんと周り見て、左右見て、渡って。いつになったら僕は進めるのこれ。いつになったら進めるんですかこれは。早く早く行くぞ、行くぞ。どこ見てるんだ。おめえだよ、どこ見てんだ。ちょっとこいつは飛び込んでくるんだけど、当たり屋じゃんこんなの。今だ、よーし、オッケー。とんでもねえな、ぶつかりに来たもんな。到着しました。いや、でも楽しかったな、これ楽しいな。いえ、こちらこそアドバイスいただけて助かりました。あ、そりゃよかった。これからも困ったことがあればいつでも聞いてくれるかけんね。じゃあね、仕事頑張って。はい。お、タクシーいたいた。あ、お客さんか。ん、兄ちゃん乗ってもいいか。はい。お、また送り届けるのかな。あ、イベントか。今日はいい天気だな。はいはい、最近寒い日が続いたからな。なんか毎年秋が短くなって冬が長くなってきてる気がするよ。キリュウちゃん歌ってんじゃん。なあ、うんちゃんもそう思うだろ。まあ、なんかえらく寡黙なうんちゃんだな。バカみたいかかってるぞ。もうバカみたい好きなんだよな。なあ、うんちゃん、口が重いにも程があるだろう。この仕事始めてどれくらいだ。まだ始めて半年です。なるほどな、それであんまり慣れてない感じがするのか。あのな、うんちゃん、他の土地じゃどうか知らねえが、福岡でタクシー転がすんなら寡黙じゃダメだ。福岡の人間ってのは大概喋り好きだからね。楽しい会話の一つでも提供してやれねえと客はなかなかつかねえぞ。ああ、そういえばうちの社長にも同じようなことを言われたことがあります。
そうだろう、タクシー運転手も接客業だ。会話を盛り上げることも重要なサービスだぞ。ええ、ただどんな会話をすればいいのか。なら俺と練習してみるといい。練習？そう、練習だ。こういうの慣れだからな。俺博多弁じゃねえから、うんちゃんも返答しやすいだろ。じゃ、始めるぞ。うんちゃん、今日の調子はどうだ？うんちゃん、あんたに聞いてるんだぞ。あ、すいません。まあまあです。今日はお客さんのようなロングの珍装が入ったので、だいぶ助かってます。お、いいじゃねえか。そんな感じ、そんな感じ。なるほど。なんか感じがつかめてきました。うんちゃん、この仕事には慣れた？ いえ、まだ慣れないことも多くて戸惑ってます。まあそうだろうね。お客さんはどのような仕事？ん？警備員みたいなもんかな。まあいいじゃねえか、俺の仕事のことなんか。他の話題にしよう。な。そうだ、運転手さん。博多の食べ物で何が一番うまかった？水炊きですね。水炊きはこの前食べました。美味しかったです。おー、それはよかった。酒にも合うし、のんべにはたまんねえよな。うんちゃん、酒は強いのか？ええ、まあ、ぼちぼち。あ、そうだ。次は画面に挑戦してみなよ。画面に？ずいぶん食べるのに覚悟がいりそうな名前ですね。なんてことないよ。よそで言う筑前煮のことだ。鶏肉と根菜の煮物だよ。こっちじゃ正月には必ず食べるほど。お、なんだ？どうしたんだ。後ろから来た車が追い抜きざまに急に幅寄せしてきて。お客さん、大丈夫でしたか？大丈夫だ。それはあの車、デビルキラーの連中だ。デビルキラー、最近この辺りで噂してる走り屋グループだよ。一方的にレースバトル仕掛けて負けた相手から金を巻き上げる。被害に遭った人は数知れない。そういえばさっき絡んできたチンピラがデビルキラーだと名乗っていた。まさかそんな迷惑な連中だったとは。あいつらこっちを挑発してやがる。俺らとレースバトルがしたいらしいな。クソ、シャラくせえ。うんちゃん、あんたもタグドラだ。運転は得意だろ。かまうことねえ。あいつらの勝負、受けて立て。いや、しかしそう言われましても。あのな、さっきは言わなかったが、俺は福岡県警自動車警ら隊の現職警部補だ。え？お客さん、警察の方だったんですか？ああ、俺の目の黒いうちはあいつらの好きにはさせねえ。うんちゃん、この俺が許す。デビルキラーを捕まえるためにも、あいつらとのレースバトル、受けて立ってくれ。うまくいくか分かりませんが、分かりました。やってみます。ああ、ぶっちぎってやれ。行きます。操作方法はさっきと同じでいいのかな？デビルキラー永田。BGM がイケイケだ。OK。初級一周ね。お、爆走ヒートアクション。ドリフト？ターボの仕様。あー、うぜターボの仕様とかあるの？ターボ、お、やるのか、やるのか、やるのか。おお、内から抜き去ってるよ。おお、うぜ。あ、こっちじゃない。あードリフトとかあったんだけどな。ドリフトで何も資格？タクシードライバー舐めてると怪我するぜ。挑発しちゃった。ターボがないな。お、なんだあいつ。やるな。めっちゃ抜き去ってた。何も使えないな。ほら、俺は内から抜き去ってやんよ。あ、ターボ、あ、ターボ出た。タクシードライバー舐めてると怪我するぜ。なに、あぶね。よいしょい。おっ、ジャムジャムな。なるほど、横のメーターが溜まるとターボ使えるのか。なに、やったー、ゴールだ。いいレースだったぜ。いいレース。なに、何がデビルキラーじゃ。信じられん。タクシーのうんちゃんとかに負けるけな。ん？お前は。ゲゲ、さっきのバリ強か男。くそ、お
覚えときよ。デビルキラーも敵に回したこと絶対に効果させちゃうけんな。覚えとけバーケアーホ。おい威力あったく、うんちゃん、やつの知り合いか。以前あいつに路上で絡まれたことがありまして。ああそうだったのか。しかしうんちゃん、あの走りはただもんじゃねえな。もしかしてあんた元走り屋か。いえ冗談だよ。まあでも本当に無茶させてすまなかったな。お詫びに飯でも潜らせてくれ。いえそんな、お気を使わず。それじゃ俺の顔が立たねえんだな。いいだろ。ちょっと相談したいこともあるしな。相談したいこと、まあ詳しいことは食いながら話そう。さあ行こう行こう。ああここは俺のお気に入りの店でね。まあ遠慮せずに食ってくれや。ほ、すいません。ではいただきます。うん。ああしかしすまんかったな、面倒なことに巻き込んじまって。やつらデビルキラーとか言ってましたね。そう、流すデビルキラー、この一帯を牛耳ってる走り屋チームだ。昔は走りを追求するストイックな集団だったが、今はただの暴走族、悪さばかりしてる最低の連中だよ。そうなんですか。だがまずいことになったな。運転手さん、完全に奴らに狙われちまったな。奴らは狙った獲物は逃がさねえ。きっとまだあんたにレースバトルをふっかけてくるはずだ。レースバトルを。で、私はどうすれば。それなんだが、うんちゃんには勝負を受けてほしいんだ。そして、奴らを返り討ちにしてほしい。本気で言ってるんですか。なあ、冗談みたいに聞こえるかもしれねえが、俺は本気だ。あんたの腕を見込んで頼んでいる。奴らにとっては速さが全てだ。どれだけ強制的に捕まえても、レースバトルで負けなかったら奴らはまっとも思わない。奴らを実質的に潰すにはレースバトルでコテンパンにするしかないんだ。あいつらもあれで一応走り屋だから。だが我々警察が奴らと一緒にレースバトルをするなんてことは当然許されない。だから俺らの代わりに奴らと戦ってくれる協力者が必要になる。それが私だと。あんたはいい腕を持ってる。あんただったら奴らをギャフンと言わせることができるかもしれん。俺はそう思ってる。頼む、協力してくれねえか。奴らをこのままにしておくわけにはいかねえんだ。しかしなんか納得できるようなできねえようなって感じだな。増してきてやがる。被害も増える一方だ。最初はあいつらも走り屋だけを標的にしていたからまだ良かった。だが最近じゃ一般人でもお構いなしだ。家族連れ、老人、あんたと同業のタクシー運転手だってかなり被害に遭ってる。タクシー運転手。ああ、あいつらをこのまま放っておいたらいずれあんたの同僚も危ない目に遭うかもしれねえ。うんちゃん頼む、この通りだ。俺はこれ以上被害者を出したくねえんだ。わかりました。本当か。ええ、俺で役に立てるなら。ありがとう、すまんがよろしく頼む。さあ遠慮せずにもっと食ってくれや。腹が減っては戦はできぬっていうしな。あ、付き合ってくれてありがとうな。これからいろいろ迷惑かけると思うがよろしく頼む。はい、よろしくお願いします。ああそうそう、申し遅れた。俺の名前は古道だ。古道、県警の古道。ほう、うんちゃんの名前は。桐生、いや鈴木と言います。あんたのレースバトルを邪魔しないように、桐
警察には俺から言っておくから安心してくれ。それじゃ頼んだよ鈴木さん。はデビルキラーとのレースバトルか。厄介なことに巻き込まれてしまったな。ただいま戻りました。ああ鈴木さん、和田サンバ送ってもらって悪かったね。今日はどげんやった？お客さん着いたね。いえ、それがデビルキラーという連中に絡まれました。どうされましたか？ああいや、なんでんだか。何か隠してるな。デビルキラー。おお、村松君びっくりしたな。あの暴走族みたいな連中のことですよね。ええ、彼らにレースバトルを申し込まれまして。レースバトル？まったく、こんな素人相手にバトルを申し込むなんて、奴らには走り屋としてのプライドがないのかよ。それでどうなったんです？勝ちました。デビルキラーに？ええ、そして県警の古道という方からデビルキラーをレースバトルで倒してほしいと言われました。レースバトルで倒すことがあいつらを潰す最善の方法だと。そんなことって。そうね、鈴木さん、事情は分かったわい。その古道さんいう人には俺の方から確認ばしておけ。社長すみません、面倒なことに巻き込まれてしまいまして。ご迷惑ですよね。迷惑だなんてそげんことなかよ。鈴木さんが悪いわけやなかっちゃけ謝らんといて。悪かとはデビルキラーなんやけ。社長？悪い悪い。とりあえず鈴木さん、今日はお疲れ様。いろいろあったけん上がってもらって大丈夫ばい。もしまだ仕事ばしたかとやったら、ジムの平川さんに声ばかけてみて、利用依頼が来とうと思うけん。了解です。わかりました。それじゃよろしくね。はい。おう、レベル上がった。よし、じゃあ今日このぐらいにしとこうかな。それじゃあまた次回、バイバイ。あ、な、はい、わかりました。え、後で行きます。はい。